アーケードゲーム。2010年12月20日より正式稼働を開始。オンラインをベースにした対戦アクション。メタルギアシリーズ初のアーケード版となる。ベースになっているのは、プレイステーション3用、オンライン。筐体はモニターと、座席、ガンコントローラー、ヘッドコントローラーからなる。ゲーム画面は、モニターに表示され。 ヘッドコントローラーを着用し立体視が可能となる。コナミのオンラインサービス E アミューズメントに対応しておりオンライン対戦が可能。E アミューズメントパスを使えばプレイデータも保存される。一人プレイ、店内の協力プレイに対応したミッションモードも実装されている。このモードではピースウォーカーのような仕様、オプスプレイが可能。プレイヤーの操作は 両方のコントローラーを使用する。コナミアーケード発のメタルギアシリーズ AC メタルギアアーケード PS3XBOX360 キャッスルバニア ローズオブシャドウの制作を発表 http コロンスラッシュスラッシュゲーム .watch.impress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ2 0 1 0 0 7 3 0 3 8 4 6 0 4 h t m l h ット h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.famitsu.com スラッシュゲームスラッシュニューススラッシュ1232269124 HTML? ありがとうございます。